ジェンダーレスファッションと妊婦というその形というテーマでですね、妊婦の方でも着れるワンピースをあの制作していただいたえっ、ー、と三影真さんとえっ、ー、とリューチェルさんにお越しいただいてですね、えっ、ー、と三人で投稿をしていきたいと思います。まずえっ、ー、と登壇者のご紹介からですが、えっ、ー、とリューチェルさんです。はい。お久しぶりです。久しぶりです。はい。リューチェルさんとはえっ、ー、と。 じゃあまあリュテルさんてかリュテルとはですね。リュテルで入れそうな。リュテルとはですね、えっとサンジャポテボあのだっけ？P P S の番組ずっと一緒にしょっちゅう出てた記憶がありますし。僕超若すぎたから失礼なこと言ってないか心配。めっちゃ面白かったんでよかったです。当時はまだ自分で髪も巻いてたし緑のバングルされたそうチークも入れて。ああれ最高でしたけど。でもその後あのウィークリオ茶出ていただいたりとかして。そうなんちょくちょくあの辛みがあるんです。あ大好きです僕。あすみませんありがとう私も大好き。大好きですいつもありがとうございます。 はいというわけで95年沖縄生まれでタレントとアーティストどっちもされている、はい、そして今お子さんが一人おいらっしゃって奥さんはあのペコさんですねはいそうですなるほどで、えー、よろしくお願いしますお願いしますデザイナーの新美影さんですよろしくお願いします 新さんは1991年東京都出身2014年に早稲田の整形学部を卒業してその後電通に入ったけれど電通を辞めて2017年にパーソンズ美術大学に入学 <laughs> そこからファッションクリエーターになられていった学生の頃からファッションの,あのなん制作とかされていたんですか学学生生の時は本当にただファッションが好きな一学生で、はい ファッション誌たまに出るとかあとは普通に自分がユーザーとして使うとかそれだけだったんですけど、まあ、会社で働いていくこうちに作り手に回りたいと思って入学しましまた素晴らしい2017年に入学されて19年に卒業してそこから自分のブランドの見かけシーンを立ち上げてあのずっとやられてるっていう形ですね。というわけでこの3人でお送りしたいと思います。 妊婦体験ジャケットをさっきまでつけていて、はい、であれで、えーとまあ、妊婦体験ジャケットってどんな感じなんですかつけてるいやーなんかすごく、まあ一言感想で言うと大変大変やっぱり大変ですしで僕、実は2回目で両親そのおかげでぺこりんが、まあ、あの大変そうな時とかにやっぱり出る声かけみたいなのが変わってくるんですよね。全然 だけどやっぱり今回はすごくおしゃれにしていただいて人前で,でしかもこんなおしゃれにねなんか表現させていただいたのでなんかすごくあ新時代だなっていうなんか感じ。ちなみにペコちゃんが妊娠している時は服選びとかってどうされてたとか記憶ありますあの。 それこそペコリンは90年代のあの系統が大好きなので。うんはい、あのナインティーズマタニティって英語で調べて、うんうん、で九十年代の外国の、えー、妊婦さんたちが、えー。着ている服みたいなのを真似して、<ー>あの着たりとかしてたりとか。ナインティーズのマタニティってどんな感じのコーデなんですか。あのー、あれなんていうんだろうな、まあワンピースっぽいんですけど、あのーはい、この。 胸の下でリボンを結んでファッってなるようななんかちょっとあのスカートがゆったりしているような感じにであとあのちょっとカウボーイハットとかを合わせたりとかしてめっちゃ似合いそうですねそうなんです遊び心を入れてなんか楽しんでましたねだからやっぱり妊婦さんだけど。 ちゃんとファッションも楽しみたいっていう思いがあったみたいで、うん、今でも妊婦さんの写真を見て、妊婦可愛いな、もう一回妊娠したいなってペコリは言ってます。でもまあ多分今後あるかもしれないですね。ねそうですね。な、うん、るほどな。え、うん、ちなみにえっ、ー、と今回の制作のポイントっていうのをちょっと聞きたいんですけれども、はい、そうですね。お話を伺った時に、<え>まあその実際に弊社で作ってるコレクションでもえっ、ー、とこういう ぴったたりとしたでジェンダーレスに着やすいワンピースっていうのを創設時からずっと提案していたんですね。はい、で、まあ、妊婦の方も着,や着られるっていうもので妊婦の方でもそうでない方でもジェンダーフリーで着られるっていうもので,で実際に店頭でと これに似た形で馬がプリントされたルックをそちらを発表していて店頭でその妊婦さんの方があこういうかわいいのだったらお腹締め付けないし着られるし。うんうん またニテウアで可愛いいいいいものがないか嬉しいってて声をいただいてその声があったのでそのことを思い出して、うん、で、まあ、サイジング的にはそういうふうにフィットするもので、うん、かつ今回リュ u c h さんがお召しになってくださるっていうのでご本人と相談させていただいてチューリップとアイリスの花をモチーフに変えてで花言葉がチューリップ全体の花言葉が「白愛」とか「正直な愛」とかでアイリスが希望なので本当に。 のファミリーとか、うん、あとお考えとかにすごく合うなと思ってそういうメッセージも込めていろいろな方にて作りました。 カラートーンがリューチル感ありますね。えー、嬉しい。うん、いすげえハマってると思います。よかった。はい、でも僕もすごくお気に入りです。で何より着た感じのこのフィット感、なんか着てて気持ちよくなるような素材ですごく良かったです。ありがとうございます。はい、なるほどな。ちなみにこのジェンダーレスのえっとファッションっていうものってどう思いますか。例えばあの妊婦っていう形を体験しながら、はい。 ある種ジェンダーレスなものを今回やってますけどもともとリューチェルはそもそもジェンダーレスな格好をしていてはい、はい、だって僕出会った時からだってリューチェル <laughs> ジェンダーってなんだろうって思う格好じゃないですかでそういう中でリューチェルどういうこだわりでジェンダーフリーな服とかを今までずっとやってきたのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。はい、僕はなんか正直 お洋服に対して実はあまりこだわりを持っている感覚になったことが1回もなくてなんとこれって僕、すごいそれ皆さんにびっくりされるんですけどあの今まで自分に素直に生きてきたことしかないんですね。それに通じるんですけど、ええ これが可愛いと思っててるから着てただけなんですよえあの例えば緑色のバンダナだったとか黄色と青の服だったりとか、はい、だから80年代90年代の映画を見てたらまあ必ず、まあ、エアロビクスをしてるシーンとかが入ってきたりとかする時代なんですねでだからそのシーンを見てえ超可愛い僕もやると思って原宿の古着屋さんに行ってバンダナ買って服も買って試してテレビに出た。でうん、それが一番最初に出たたテレビだったから それで覚えてもらえたからスタッフさんに次もこれで来てほしいこのスタイルで来てほしいって言われたんですよ <laughs>、うん、でえ、可いいと思ってもらえたんで嬉しいと思ったら1年それでテレビに出させていただいたんですね <laughs>、うん、それが r、まあ、チェルイコールジェンダーレス系っていうふうになったんですけどそれ以降にもジェンダーレスどう思いますかリュ u c h e さんって言われてもえ 知らないみたいなわかんないどうそういうつもりで生きてない無理みたいななっちゃう自分がいてだからなんかジェンダーレスのリュー c h ルみたいなのが後からなんかついてきて皆さんの方がジェンダーレスに詳しいんじゃないかって思うぐらい僕はもう僕のしたいことしかしなかったし分かりやすく皆さんに分かりやすくするためにとりあえずまあジェンダーレスってことねっていうもう本当にそれって。 ためだけの言葉かなと思いますけどねど。今回のじゃあデザインの特徴の中にえっ、ー、と今までにない試みとしてはやっぱあの妊婦っていうのを意識された時ってどうどうファッションの中に生かしていこうと思いましたか。そうですね。そのまた似てェアだからどうこうというよりはフィジカルに邪魔をしないものでかつ 今回こだわったのはそのアート性とかデザイン性が可愛いかというところに結構純粋にフォーカスをするようにしましまたな,るほどなそうで,す、ね、なんでフィジカルにはやっぱりお腹の子供とかに圧迫をしないようにゆる、うん、いラインにはしつつやっぱり色味とかとシルエットとかをそれでも全体が馴染むようにしたりとか、うん、あくまで妊婦じゃない方でもデザインが可愛いから欲しいというところを目指すようにしました。うんうん、確かに 妊婦って言っても多様でなんか妊娠初期だったらそんなにお腹も目立たないし、うん、で中期になってお腹出始めてきてであの後期になるともうなんか急膨張するというか、うん、一気にお腹大きくなるから、ね、なんか意外とああいうのに即座に対応できるという観点では面白い設計でですすよねね、うん、そうですねあのウエストにベルトがあるので初期とかあとは妊婦でない時また出産が終わった後はベルトを締めてちょっとウエストマークをしていただいたりとか。うんなるほどね あと素材自体はコットンで軽くてお家で洗えるのでまあやっぱ家から出づらくなった時もケアがしやすいようにしたりとかそうですねあとは後ろで全部ファスナーが開くので着る時にこうなんだろうかがんでお腹を圧迫しないでさっと履けるようにしたりとかポケットをつけたりとかそういうちょっとユーザビリティには配慮を少ししました。 お子さんできてなんかでもファッションあんまり気にしたことがないって言ってたからファッションって変わりましたかって言ったら変わってなさそうだなって思っちゃったんだけど <laughs> でもなんかやっぱり人から見られたら全然違うらしい,いそれこそ僕黒髪にしたじゃないですかそれもちょっとハゲてきたんですよ。<えー S 2> そういういい理由なんですよなんんんでですすか金髪ずっと8年ぐらい僕してたんですけど <laughs>、うん もう頭皮がやばくてちぎれてきて、やばいみたいな。せっかくなんかまだ25だし可愛いのに、なんだ25歳なんかな。そ,うそうなんだよみたいな思って,て無理みたいな、ね、たいな,なったので、ちょっとそこはもう僕次元に合わせるってことで黒髪にしたんですよ。はい、そしたら世の中はイメチェンとか言うんですけど、僕別にハゲただけ、そうハゲただけ。だからなんかでそれに合わせて髪色に合わせて服とかも変わってくるっていうのはあって、えー、すできようみたいな。あ、そうですよね。なんかやっぱお二人のお話聞いてて。 その最初ファッション別にこだわってるつもりなかったとかも90年代のカルチャーが好きだったとかライフスタイルで選んでいたその延長線上にファッションがたまたまあったっていうだけで特にファッションが好きだからこうしなきゃいけないとかじゃなく生き方の表現の一つの術としてそういうふうにナチュラルに捉えるのはすごく素敵だなって思いました、はい。はいうん えちなみにシンさんは今はえっ、ー、とニューヨークなんですか東京ですか今は昨年コロナがあって7月に東京に拠点を移して現在は東京ベースにしております、うん、ニューヨークと東京のやっぱ違いってさっきおっしゃってたような例えばダイバーシティってこと別に気にせずダイバーシティじゃないですかニューヨークってそうですね、うん、それそこがやっぱすごい東京でも感じます感じますねもう当たり前にやっぱりさっき否定しないってお話もありましたけど みんな結構自己肯定感が高い方が多いので自分が大好きなんでも自分で好きなことをしてるんで、うん、スカートを履いている男性がいてもなんか何も言うことなく普通に友達として接していて常に外見とか国籍とかで縛るとか本当<ー>ナンセンスっていう文化とか風土がもうすでに成熟してるんですね結構戻ってきてからもそのカルチャーはすごいいいカルチャーだったんだなと思いますね。なるほどね 僕の中では僕はよくあのいうセリフの中にあのみんな違ってみんなどうでもいいんだから人のこと気にしてもしょうがねえだろうって僕よく言うんですけど、うん、なんかそのもうちょっとこの世の中寛容にあったりとか多様性を受け入れられるにはなんか日本の社会を見てると他人に興味ありりすすぎだと思わ、ね、<laughs> かまあれなんであんなに興味あるんだろうなと思うんですけどでもちょっとずつ興味をなんか。うん なくし、託すってうとちょっと寂しいですけど、うん、ただ、あの、別に人は人なんだからって思えるようにしていきたいと思うんですが。そういするにはどうしたらいいかっていう、お二人からメッセージが聞きたいなと思います。うん、まあ、幼少期からありがたいことに、本当に親から愛をいっぱいもらったんですよ。なるほど。これ、僕、大人になって、今、自信を持って言えるぐらい、すごく愛をもらったから。正直、幼稚園生ぐらいまでは。 僕はこの国の王子様なんじゃないかって思うぐらいすげえ沖縄沖縄の王子だ <laughs> そうそうそう首里城の,首里城の昭和史的なのやばいみたいな感じにな思ってたぐらいすっごいやから愛もらっててだからこそそれがずっとあったから何かやっぱり人生生きてたら壁にぶつかってなんかこけちゃう時もあるけど まあ大丈夫っっしょってすすぐ立ち上がれる子だったんですよねでそれにはすごく感謝してるんですけどやっぱり自分に自信がないから人の目をやっぱり気にしてしまうとかものすごくあると思うのででも大人になってからの。 自己肯定感の高め方って本当に難しい、うん、自分大好きって日本で言うとめっちゃ嫌われませんあれなんでなんですかだから自己肯定感イコールナルシストじゃないから本当にそうなんかでもみんな一緒でしょって思っちゃってる人多いというか、うん、てかもはや自己肯定感ある方が自分に余裕があって人に優しくできるんだぞって思う <laughs> え今の超良かったすごく思いますね思うよね <laughs> 優しいですね、うん、っ,って思っちゃいます、うん いや自己肯定感はそうですね私も自己肯定感の塊でありますのでいやいつもねギリギリ現場で他人に迷惑しかかけないしあそこで何言ってんだこいつと思ってるやつが死ぬほどいるんですけど自信があることと謙虚じゃないとか礼儀がないとか別ですけど日本だとどうしてもちょっとそこが考え上がってるので今日はこういうお話を聞けてちょっとだけ聞いてる人たちもきっと。 なんだろうエネルギーが湧いてきたのかなと思うんですけれどなんか最後にこうあの世の中のファッションがもっと多様であるべき例えば身体でも例えば体でも目で見えるものでも何でもっていうところが多分今回のファッションショーのポイントなんですけれどまあそういったような多様なファッションに向けてなんかお二人あの将来の展望や希望やなんか目標があれば聞きたいなと思うんですけれど。 ファッションが好きあのアニメのコスプレが好きとかいろんな,なんか好きな系統があると思うんですけどだけど正直 SNS の鍵アカウントにしか載せないとか、うん、みんなには見せないっていうそういう自由をしっかり選べるのもファッションの今の時代特有の素敵なところかなって思うので、うん、正直家族には見せれないだけど家族に見せてない自分ってダメなんじゃないかとか。 そういうふうに自分を責めてしまうこともあると思うんですけど、そんなこと思わなくてよくて。本当に自分の信頼している人だけで、あの自分の好きなファッションしか見せれないっていう人は、それで全然僕はオッケーだと思ってますし。あのそういうふうに自分の中で、ファッションを通して居場所を作る。その時その時の好きな自分でいたいなって思います。なるほどね。はい、いい生き様の。素敵です。なんかやっぱり作り手としては、こういうふうに選べるようにしたいっていうのがあるので。うんうん でデザインを作るだけじゃなくて日本では特に着やすい環境とか、うん、あ着てもいいんだっていう場作りとか社会作りが すごくこれからデザインにも大事だ,と思大です、ね、だって就職面接にリクルートしつつ着てくる意味が分かんないじゃないですか。本当に何もだってわざわざねあの迷彩柄の服着てきしげみにいるようなもで逆に目立つのでなんかやっぱりそういうものだけじゃなくて物があっても仕方ないので、うん、そういうコミュニケーションの場とか,か環境作りをデザイナーとしてはするためにやっぱりずっと提案していくとかショーでもやるとか、うん、雑誌でも提案していくとか。 徐々に、そういうふうに長い目でやっていけたらなって思います。なるほどね。ね社会全体が切れる環境も作っていかないと、消費、うん、も伸びないし、人も自己実現ができないしね。まあ、できれば、最後は自己自己肯定感に全部がつながっていくといいですね。うん、というわけで、えっと、先ほど多くも、あ拝見させていただいて、非常に美しかったのですが。あの、今日も、えー、今回もお越しいただき、ありがとうございました。ありがとうございました。